佐々木望、アニメ悠々白書の浦飯祐介役や、アニメキャプテン翼の大空翼役など、90年代を代表するアニメのキャラクターを担当していた佐々木さん、声優雑誌の男性声優部門の人気投票で1位を獲得した経験があるほど大人気の声優さんです。そんな佐々木さんの最終学歴は東京大学法学部卒業、偏差値は67から75となり、間違いなく日本最高峰の大学です。しかも佐々木さんが東京大学に入学したのは2013年、46歳の時でした。お仕事をしながら大学受験をし、しかも東京大学に入学することができるとは、周囲の声優仲間たちも驚いたようです。その後、佐々木さんはお仕事をこなし、休学期間を挟みながらもしっかりと進級していきました。結果、在籍7年の2020年に卒業することができました。さらに同年2020年には全国通訳案内士という資格を取得されました。あまり聞きなじみのない資格ではありますが、この資格は立派な国家資格にあたります。合格率は 10% という狭き門となっています。資格取得後の仕事内容としては、訪日外国人に対し滞在中のサポートをすることになります。高い語学力だけでなく、日本の文化、地理、歴史、経済など幅広い知識が必要になります。佐々木さんは以前より英語に精通しており、英語検定1級を取得していたり、海外のアニメコンベンションにて通訳を介さずインタビューに答えることもありました。佐々木さんは雑誌のインタビューにて、勉強は楽しいものだと答えていました。大人になってからの学び直しも流行しています。佐々木さんのように勉強に今一度楽しみながら取り組んでみるのもいいのかもしれませんね。若本のりお、バラエティ番組人志松本の滑らない話のナレーションや、アニメサザエさんの2代目アナゴさんで有名な若本さん、その独特な声やイントネーションは唯一無二のもので、誰の耳にも残るベテラン声優さんです。そんな若本さんの最終学歴は早稲田大学法学部。若本さんが受験された頃とは偏差値の推移はあると思われますが、現在の偏差値は 67.5 となっています。若本さんは1945年生まれですので、受験なさったのは1963年あたりと推測できます。1960年代の大学進学率は男性でやっと 20% 台に入った頃でした。現在の男性の大学進学率は 60% 近くですので、大学への進学がどれだけ珍しいものだったか分かりますね。若本さんが在籍されていた頃の早稲田大学には、女優の吉永小百合さんも在籍されていました。当時から女優として活躍されていた吉永さんをわざわざ見に行ったこともあったのだとか。また若本さんは声優になる前に警察官や事務員などの社会人経験があるのだそう。しかし会社や組織に属することに自分は合っていないと悟った若本さんは、ふと目についた映画の吹き替えに応募し合格。声優としての人生が始まり、現在に至ります。声優という名前がまだ浸透していなかった時から、現在の声優界の基盤を作り続けてきた若本さんは、間違いなくレジェンド声優の一人と言えるでしょう。斉藤壮馬、アニメ幽谷のモリアーティのウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役や、アニメブルーロックの千切豹馬役などで知られる斉藤さん、優しい声と甘いルックスが印象的な人気の声優さんです。そんな斉藤さんは早稲田大学文学部を卒業されました。偏差値は67とされています。斉藤さんは現在も所属されている声優事務所 81 プロデュースのオーディションで優秀賞を獲得しました。しかし当時は山梨県に住む高校生だったので、本格的な声優活動は大学に合格し上京した後のことでした。一時は大学の勉強がおろそかになってしまうほど、声優養成所は多忙を極めました。そこで斉藤さんが出した答えは、大学の勉強に専念ししっかりと卒業できるようになるまでは養成所のレッスンを調整するといったことでした。また声優界随一の読書家でもある斉藤さんは、大学で参加していたサークルも文芸関係だった様子。大学の学園祭ではその甘いルックスを生かして女装コンテストにも参加し優勝したこともあるんだとか。早稲田大学での学生生活は充実したものだったと思われます。大学の授業も落ち着き始めた4年生の頃から本格的に声優業を始めた斉藤さんは、2014年にアニメ
配給の山口忠役で一気に注目されるようになりました。その後順調に声優としてステップアップしていた斉藤さんは、その読書好きと文才を生かし、2022年に短編小説イサナを発表しました。声優だけでなく、歌手や小説家など様々なフィールドでの活動が今後も楽しみですね。内山聖輝、アニメ呪術廻戦の犬巻棘役や、アニメ配給の月島契約などで知られる内山さん。子供の頃から芸能活動を始め、劇団に所属した年齢はなんと3歳。児童劇団で有名な劇団ひまわりに入団し、現在も所属しています。子供の頃はテレビ番組に出演することも多かったようですが、声優として外国映画の吹き替えにも小学生の頃から参加していました。そんな内山さんの出身大学は早稲田大学文化構想学部になります。偏差値67となっています。内山さんは大学だけでなく、高校は国際キリスト教大学高等学校、通称 ICU に通われていました。偏差値はさらに上がり、73の超難関校です。 ICU には留学経験がある学生や帰国子女も多いようで、必然的に英語能力が上がっていったようで、英語での日常会話は問題なくできるようです。その実力はラジオでも遺憾なく発揮されていました。芸能活動を行いながら学業もおろそかにしない内山さんがどれだけ優秀なのかは、出身の学校を見るとわかりますね。小野勇気、アニメ黒子のバスケの鏡大河役や、アニメ食撃の相馬の勇アルディーニ役などで知られる小野さん。近年では20キロのダイエットに成功したことでも話題となりました。そんな小野さんの出身大学は早稲田大学スポーツ科学部、偏差値は68となっています。小野さんは学生時代はサッカーに打ち込み、プロを目指せるほどの実力でした。実際にプロサッカーチームのスカウトマンに声をかけられたこともあるようでしたので、将来有望なサッカー選手だったと思われます。しかし高校3年生の時に剥離骨折を経験、サッカー選手としての夢は絶たれることになってしまいました。高校3年生で夢が破れてしまった小野さんは、急いでサッカーから受験勉強にシフトチェンジ。頑張って勉強し、早稲田大学に合格することとなりました。高校生の時に全く勉強していなかったわけではないとは思いますが、高校3年生から受験勉強を始め、早稲田大学に合格できたということは、小野さんはとても優秀だったことがわかりますね。小野さんは大学生の時に声優という仕事に巡り合い、大学在籍中に養成所に通うようになりました。事務所所属のためのオーディションに合格した小野さんは、晴れて声優としてのデビューを飾ることができました。現在は事務所には所属しておらず、フリーで活動されています。フリーになったと同時に2010年に結婚していたことを発表。2020年には第一子が誕生したことも報告されています。小野さんのさらなる活躍が楽しみですね。安本ひろき、アニメ「ほおずきの冷徹」のほおずき役や、アニメ「ブリーチ」の佐渡安虎役などで知られる安本さん。その低音ボイスと軽妙なトークで多くのファンを魅了しています。そんな安本さんが卒業された大学は駒澤大学法学部、偏差値は57から65とされています。高校は明確にしていませんが、男子校であることは言及されています。しかも中学校から男子校であったことも明かしていますので、中高一貫校に通われ、中学受験を経験されたことと思われます。また安本さんは大学時代に日本放送でアルバイトをしていたとお話しされています。そこで知り合ったアナウンサーさんに声優というお仕事があることを教えてもらい、養成所の資料請求までしてもらったんだとか。養成所時代について、同期で声優の福縁美里さんは、当時の安本さんのことを周囲から兄貴って呼ばれていたと告白しています。当時から身長が高かったこともあるようですが、その時から天性のリーダー気質が発揮されていたのかもしれませんね。今回は高学歴な男性声優6選をご紹介しました。今後も声優に関しての動画を上げていくので、高評価コメントをよろしくお願いします。